ダメですね。お金の管理はどっちですか。いや、しゅんくんに管理させたらもう終わりだと思ってます。終わり。こんにちは、まやりんです。はい、今回は将来についての妄想100質問。はい、将来についての100質問を用意してもらったので、すごい本当に先のことなんですけど、いろいろ妄想しながら答えていきたいと思います。16歳、ちょっと可愛いらしいのが入ってる人。はい、どっち、綺麗であればどっちでもいい。庭欲しいです。ペットめっちゃ飼いたい。今の家は賃貸で飼えないんですけど、めっちゃ飼いたいです。でもペットショップでチワワをずっと見てます、2人で。オスかメスかはどっちでもいいし、飼うなら1匹がいいかな。共働き、自分が16歳なので16歳。2歳差です。食える収入があれば。お金。嘘。どちらとも両方。その身長、自分より高ければ高いほど良きです。もうずっと仲良しで、仲良しな夫婦がいいです。子供は2人か3人欲しいです。性別は今が女の子なので、次は男の子がいいかな。女の子だったら、でも似たようなっていうか、ちょっと関連する名前とかつけたいです。男の子だったら、前はリクっていう名前リクっていう名前がいいな。なんか虎の服着るようなおばちゃんにはなりたくない。あのほのばびちゃんの、ほのばびさんの顔になりたいなっていうのはあります。憧れっていうか、普通にかっこいいイケメンって思うのはマッキン。結婚を考えてるって しますね。します。普通に今じゃなかったらそういう考えはしないかったかな。子供部屋があって、リビングが広くて、クローゼットが広い家がいいです。今の家ももうそうなん、まさにそうなんですけど、黒っぽい家がいい、家具がいいです。だからカーテンも黒だし、ソファーもグレーで、絨毯もグレーで、結構黒に統一してます。色は黒が良くて、やっぱり黒にしてもらって、カーテンも黒だし、ベッドの広さは2人3人ワイドダブルだ、ワイドダブルなんですけど、そんくらい広ければ良きです。でもテレビは同じところにあってほしいのはあります。あとカウンターキッチンがいいかな。私は全然できることはできるんですけど、別に得意ではないですか。なんだろう、やっぱり少しずつ大人になっていきたいなと思います。子供がいるから、ちょっとそこはちょっと考えるかもしれないけど、多分冷めてると思う。ウェディングドレスは絶対着たいです。やっぱり和風っていうよりかは洋風でして、着
綺麗な白い綺麗な結婚式場でしたいです。友達何人くらいいる？友達がまずそんないないいないんじゃないかなっていう、ちょっとその問題ですね。少人数、国内海外、でも海外とかマジで憧れますね。田舎は本当にたまにぐらいでいいです。都会に住みたい。車欲しい、もちろん旦那さんが好き。しゅんくん実際好き嫌いめっちゃ多いんですけど、食べさせようとしても絶対食べないです。子供について、はい、どんな子になってほしい？明るくて元気で、常識のある子に育てたいです。やっぱりもう本当にめちゃくちゃおしゃれさせたいくって、なんだろう、大きくなった時にちっちゃい子の写真を見て、すごい満足してもらえれるような可愛らしいお洋服を着せたいです。保育園ですね。お受験な、やだなんか自分でしたいとかそういう子に育ってくれたんならもう頑張りなさいって言うけど、なんかそんなお受験っていう家庭は嫌だかな。やっぱり女の子だからダンス習ってたらめっちゃかっこいいと思うし、マジでちっちゃい頃からダンス習っときたかったなみたいなのも結構あるし、あとは何だろう、字綺麗かったらすごいいいなと思う。ピアノとか弾けてもいいなと思う。好きなことをさせたいです。小学校はダメです。結構ダメですね。したいって言ってもやっぱり一回は断りますね。自分が本当に髪の毛染めたいって言ってもピアス開けたいって言ってもダメって言われたんで、高校生になってから染めて、ピアスは内緒で中1か中2で開けたんですよ。小学校はとりあえずダメですね。ピアスと髪の毛は。音源は何年する？小中高。小学生は6時まで中学生は7時8時までかな。高校生は、でも高校生か、でもなんかそういう不良娘にならなかったら、ちゃんと連絡もしてくれてとかだったら頻繁には嫌だけど、たまになら別に時間を教えてくれたらいいよっていう風にしたいかな。教育も、公認はダメだと思います。教育ママ、もちろん仲良くしたいですでも言うかな旦那さんは地元に、もちろん仲良くしてほしい、仲いい。東京はちょっとそうですね、やっぱりお互い気使っちゃうんじゃないかなと思います。お金の管理はどっちですか？しゅんくんに管理させたらもう終わりだと思ってます。終わり、まだわかんないですけど、まあでも保険は大切だと思います。趣味がまずそんなないですね。いや別に特に趣味を見つけたいなと思ったらその時にその時ですね。収入によります。こだわりたい家具、やっぱりでも統一はしたいから、黒に統一したい。オール電化、住宅街、静かな場所か、
静かな場所の方がいいか。静かな場所。名前で呼ばれてます。名前で呼びたい。名前で呼んでます。怪しいと思ったら聞く。確信してたら問い詰める。子供が中学生になりました。はい。女の子でしょ。女の子だから、でも運動部に入ってほしいです。ダンス部とかでもかっこいいね。何でも好きな部活。塾に入れる。塾も入りたければっていう感じですね。中学全然早くないです。もう作ってくれって感じ。子供が高校生になった。はい。でも公立に行ってほしいですよね。親的には好きなところに行っていく感じです。どんな職についてほしい。でもフリーターにだけはなりしたしたくない。ちゃんと職にはついてほしいです。なんか常識ない人とか、そういう人にはそういう人は嫌だから、なんか親にちゃんと挨拶しに来るような、あの優しくて、あの親付き合いもすごい良さそうな、かっこいい男の子を連れてきてほしいです。でもそうですね、年が近いから、あの姉妹みたいな感じの風に思ってくれるママになりたいです。でも否定はしないですね。うん。何さんの出張増えてきました。お。楽しかったです。少しくらい。ダメ。浮気はダメです。ダメですね。海外に一年行くとしたらついて。ついて行っていいならついていきます。もちろん。子供も連れて行きます。もちろん。20年後は35歳、36歳。でも子供がもう20歳か、もう自立してるかもしれないですよね。なんか一人でなんか寂しく生きてそう。シュンくんはそうですね。なんかそんな、なんかでもラブラブみたいな感じじゃない気がする。ゴミの分別ちゃんとする。マヤはちゃんとしてるんですけど、なんかシュン、なんか東京の人ってあんましないのかな、わかんないけど、節約はしてます。結構してるっていうか、ちゃんとすぐ使ってない電気を消すとか、使ってない時シャワーを閉めるとか、そういうところはちょっと全然もう普通にケチってます。ちなみに何かブランド服、ブランド服今好きなブランドは特に本当になくって、あの楽な服をその形から見て選ぶタイプです。自分の母親みたいになりたい。どうだろう、あのだいぶなんかいろいろとちょっとね複雑なんですよ。収入のほとんどは貯金できてると思います。僕はあの揺れる椅子に座りながらカーテン開けて外の景色を見て紅茶を飲みながらゆっくり過ごしたいです。海外に住みたい。でも海外は行きたい。住みたい。でも住みたいよ。住めるなら住みたい。田舎に住みたい。全然住める。編み物。なんかすごいいろんないいおばあさんの偏見なんですけど、老人ホームは入らないです。一緒に入ります。一緒に入ります。見取りたくない。見取られたい。見取られたいってなんかすごいなんか変な趣味みたい。ボケても面倒見たい。別に今もうすでにボケてるんで全然面倒見てます。男の子、そうですね、男の子が
生まれればって感じですね。希望はそうですね、これからですね。本当に赤ちゃんも生まれるし、でも全然現実的に近いかな、なんか今の間取りだったり、今のそうですね、会話が絶えないこと、楽しいです。あ、きっとなります。とても素敵な授業がありますよ。はい、ありがとうございます。なんか百質って大体こういう終わり方なんですよね。なんかよくわかんない質問じゃないやつ。はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあ、将来についての百質でした。なんか何回か百質はやってるんですけど、すごいいろんな質問があって、こんだけ長く見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。